証券大号証券大号、マイナス立高史2年6月2日は、甲州の武将、蝶広新の妻で、北総の皇帝となった、蝶教員、蝶正義、及び、朝帝ュラの母、聖は森、意名は不詳。大祖の即位後に皇太号となり、証券と送りなされた、帝州屋危険の人、父は塗装、母は藩士。 五男三女の兄弟姉妹の最年長であった。青年に達すると、すぐ、超広市院に嫁いだ。甲州の建徳年間、超教員が帝国軍節度師に任じられると、南洋軍太友人に封じられた。陳教の変の際、超教員が皇帝になったことをいち早く告げる人がいたが、我が子はもともと大使があった。今果たせりと言ったという。 長教員が即位すると高対号となり、長教員が廃越し、その進化たちも祝いに来る中、森対号は嬉しそうに振る舞わなかった。側近が理由を尋ねると、このおかげで尊いくらいにつけたのであって、どうして喜べようかと言い,い、さらに君主であることは難しいと聞いている。万民の上に君臨するのであり、もしうまく、 生を収められたのなら尊ばれるが、もし失敗したのであれば、誰からも求められない。これが私が浮いている理由であると答えたという。ケンタカ2年に森大豪が病にかかると、長教員は、自らそばを離れずに看病をしたという。しかし、病が熱くなると、近似の長広氏を呼び異名を聞かせた。彼女は、長教員に、どうして何時は天下を得たと思うかと聞くと、 長教員は、私が天下を得られたのは、先祖と母上の積み重ねのおかげでございますと答えた。それに対し森大号は違う。ただ清掃が良君しか残さなかったからだ。もしも収室に年長の者がいたら、天下を得られただろうか。もしも、ずっと皇帝を伝えたければ、そなたの弟に継がせるべきだ。年長の者を立ててこそ、 そうの社職は安泰であろうと言った。これを聞くと、長教員は涙を流して頭を下げ、母上のお教えに従いますと言い、長広氏に今の私の話を記録せよ、違うことのないようにと言い、長広氏に誓約書を書かせた。そして自らの財産を親密だった宮人に与えたという。同年6月に60歳で没した。ありがとうございます。